皆さんこんにちは、まるみーチャンネルをご視聴ありがとうございます。今回はこのチャンネルに何度か登場しているトーテムのロードバイクのフレーム交換をしていきたいと思います。現在の状態はご覧のように、基本的なコンポーネントは5800系の105、クランクは FSA のゴッサマー、キャリパーブレーキは DT スイス製のアクシスになっています。シートポスト、サドル、ステム、ハンドルバーについてはトーテムの純正です。ホイールについてはスコット純正のシンクロスレース27というものがついています。フロントフォークは以前の動画で挙げましたように TNI 製のカーボンフォークです。このようにスペシャライズと純正のコンポーネントやスコット純正のホイールがついた魔改造トーテムになっています。それではいよいよパーツを外してフレームの乗せ替え作業をしていきたいと思います。はい、いきなり時間が進みましたが、フレームに仮組みをした状態で友人宅から自宅へ移動してきました。シートポストやハンドル、サドルについては後日交換予定ですので、今回はステム以外は流用します。アウターケーブルやインナーワイヤーも交換予定ですが、とりあえずバーテープは巻いたまま運びました。コンポーネントについては外した状態でワコーズのチェーンクリーナーを使用してクリーニングをしました。さすがはワコーズのクリーナー、ピカピカに蘇ります。まずコンポーネントをつける前にフロントフォークの回転にゴリつきがあったので外してみると、ご覧のように大量の生チョコがついていました。バレンタインデーはとうに過ぎていますが、こんなところでチョコをもらうとは。清掃をし、グリスを塗った上で組み立てるとゴリつきはなくなりました。コンポーネントを取り付ける前にグリスを塗るのを忘れないようにします。塗りすぎてしまうとかえって汚れがたまる原因になるので注意が必要です。ついでにディレイラーハンガーのリアディレイラーがつく部分にもグリスを塗っておきます。コンポーネントを取り付ける際のトルクはシマノのホームページの販売店用マニュアルを見て確認をします。今回のオルベアもトーテムと同じ JIS 規格の BB を取り付けるフレームですが、 FSA ゴッサマーの規格は BB386 というシマノよりも太めの規格なので、JIS 規格の BB ではクランクの軸が入りません。そのため今回は刀剣製の BB386 に変換する BB と刀剣製 BB を取り付けるための特殊な工具を使用していきます。ご覧のようにこの工具を使うとシマノ製のホロテック通用工具で締めることができます。 BB は隙間から水が入り込んでしまうと大変なので、高いトルクでしっかりと締め付けをしていきます。クランクを取り付ける際も軸に薄めにグリスを塗っておきます。クランクをはめる際は軸がなかなか奥に入らない場合が多いので、プラスチックハンマー等で叩いていきます。この時にクランクに傷をつけたりへこませたりすると大変なので、金属製のハンマーは絶対に使用しません。反対側のクランクを取り付ける前にもしっかりとグリスを塗っておきます。シマノ製とは少し違いますが、大まかな取り付け方は一緒です。こちら側もしっかりとトルクをかけて締め付けていきます。クランクの回転を確認したら取り付け完了です。次は前後のキャリパーブレーキを取り付けていきます。ブレーキシューがリムに当たっている場合は、最後にブレーキ本体を手で持って少しずつ微調整をしていきます。最後にフロントディレイラーを取り付けます。今回はスペーサーを使用するので、スペーサーにグリスを塗っておきます。あー、やべ。今のは見なかったことにしてください。フロントディレイラーを取り付ける際は、クランクのアウターチェーンリングの刃先とディレイラーの隙間が2から3ミリほどになるようにしておくと、後での微調整が楽になります。この後ケーブル類を交換してディレイラーの調整をして、無事にフレームの交換作業が完了しました。今回のフレームはアウターケーブルをフレーム内に全て通す珍しいタイプだったので、だいぶ苦戦をしました。アウターが長い分インナーワイヤーの引きが重くなってしまうので、オプティスリックコーティングの少し高級なシマノ製ワイヤーを使用しています。また今回はフレーム側にケーブル調整ボルトがなくなってしまったので、シフトケーブルの途中にケーブルアジャスターを割り込ませてワイヤーの引き量調整ができるようにしています。外したトーテムのフレームは捨ててしまうのはもったいないので、また別の友人が使用するかもしれません。今回も最後までご視聴ありがとうございました。
今回で2回目のバラカン作業となりましたが、今後も何度かバラカンの依頼が入るかもしれないので、その際はまた動画にしたいと思います。マルミーチャンネルでは自転車以外にも自動車や鉄道など様々なジャンルの動画を出していきますので、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。自分が今乗っているロードバイクの組み立て動画も再生リストがありますので、そちらからご覧いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。